秋篠宮家の次女佳子さまが今日初めて県内を訪れ、伝統工芸の展覧会をご覧になりました。また工房が主催した漆芸家らと懇談し、地震と豪雨が襲った能登を気遣われました。秋篠宮家の次女佳子さまは今日午後、金沢市の県立美術館を訪れ、人間国宝の小森邦衛さんや前文夫さんらとおよそ40分間懇談されました。能登半島地震と火災で自宅と仕事場の両方を失ったと話す前さんを佳子さまが気遣われる様子も。また前さんがおよそ30年前に手がけ、上皇ご夫妻に献上した短冊箱の写真を佳子さまが見せたということです。こう見た瞬間分かりました。私も手がけましたので、大事に使っておりますというお言葉でしたけども、あとなんかそのお気持ちが大変嬉しかったですね。懇談の前には駆けつけた市民と5分ほど言葉を交わされる場面もありました。こんなに近くまで寄ってくださるとは思ってなかったですけど、言葉をかけることができたし、言葉をかけていただいたという記憶も残りましたから、まあ良かったかなと。佳子さまは第71回日本伝統工芸展金沢展で作品をご覧になった後、今夜赤坂御用地に戻るということです。能登半島地震の影響で漁に出られない状況が続く輪島港。港の仮復旧が進み、今シーズンのズワイガニ漁が例年通りに解禁初日、来月6日から行われることが決まりました。ただ漁師からは手探りでの漁再開に不安の声も上がっています。できるのは嬉しいですけど、荷揚げのアユガとかも、まともにできるんかなと思ったりはしてますね。元日の地震により海底が隆起するなど大きな被害を受け、今もおよそ200隻の船が漁を再開できない輪島港では、これまで海底を掘り下げる浚渫工事を進めてきたほか、先週物上げ場が仮復旧しました。このため小型底引き組合が例年通り来月6日のカニ漁解禁日から操業することを決めました。船の故障や乗組員の確保ができないなどの理由で6隻が漁を見合わせますが、32隻が出漁します。現在は荷さばき所の一部修繕やカニを水揚げする仮桟橋にベルトコンベヤーが設置されるなど、漁の解禁に向け準備が進む輪島港ですが、漁師たちはスムースな水揚げができるのか不安を覗かせます。今までの普通の港でも多分このカニ漁になったら、もう来て荷揚げするのにも結構時間かかるんですよ。それが多分まともに揚げれないし、いつもの倍以上かかると思ってるんで、これだけの船数全部その時間内に全部揚げれるんかなっていう感じはありますね。そして何よりも今シーズンの漁は地震の被害で給油施設の数が減少したことを踏まえ、例年の半分以下となる漁獲量の制限と時間を大幅に短縮しての水揚げを余儀なくされます。いつもだったら遅くても何時かな、夜の9時以降ぐらいまで間に合ったんですけど、今この出荷のあれもあって2時半までなんですよ。昼のいつもだったら香箱ガニメスの方は120箱ぐらいまで取れたんですけど、今年はその制限で60箱、いつも網の8個9個売ってきたりするのを4つになったんですよ。共に持ってこれるんかなっていうのはありますけど。県漁協輪島支所では近く
漁師と水揚げ作業の一連の流れを確認する予定です。まずは漁の見通しが立ってよかったですよね。解禁という話が出ただけで少し安心はあると思います。ただ長い道のりになりますし、一歩ずつ全国の皆さんが楽しみにしているカニでもありますからね。そうですね。漁師によるとカニ漁を行う漁場は調査もしていないので、カニが果たしているのかもわからないということなんですね。なので不安も尽きないと言います。漁獲量の制限や時間の短縮など、これまで通りとはいきませんが、このカニ漁をきっかけにして、さらなる漁の再開を期待したいと思います。一方、金沢市でも大きな被害が出た田上新町では、復旧作業が進む現場を今日、長谷知事が村山市長とともに視察し、今後の対応策などを確認しました。金沢市の田上新町は元日の地震で法面がおよそ80メートルにわたって崩れ、道路と住宅4棟が土砂ごと崩落したほか、1棟も傾く被害を受け、合わせて5棟が全壊しました。人的被害はなかったものの、町内の32世帯が一時避難しました。金沢市の担当者は長谷知事に3月末までに工費解体を終え、仮の乗り面を作って応急復旧を終えたことや、現在も地盤に動きがないかを4カ所の監視装置でチェックしていることを説明しました。道路と乗り面の本格復旧は来年3月末までに終える予定です。これいいね、これ、この後長谷知事は近くの朝霧台小学校で防災用のトイレ、マンホールトイレを視察しました。下水道に直結している小型のマンホールに簡易な便座とパネルを設置し、校舎の屋上にあるプールの水を使って流す仕組みです。朝霧台小学校には5つ設けられていて、現在金沢市内では指定避難所となっている16の小中学校にも設置されているということです。おととい行われた衆議院選挙で、石川1区で再選した小森拓夫さんが今日、北陸放送を訪れ2期目の抱負を語りました。自民党の前職小森拓夫さんは64,997票を獲得し、時点の候補に13,000票余りの差をつけ2回目の当選を果たしました。北陸放送を訪れた小森さんは超短期決戦に加え、自民党の問題で野党に風が吹く厳しい戦いだったと選挙戦を振り返りました。また2期目では国の協力が必須となる地元金沢の都心軸の開発や交通システムの充実を図っていきたいと意欲を語りました。一方、今回の選挙では自民公明による与党が過半数割れとなったことから、法案や予算の成立に時間がかかることが予想されるとして、能登の復旧・復興に影響が出ないようにしていきたいと話していました。今日の特集は、受刑者を収容する金沢刑務所の中に MRO のカメラが入りました。来年6月、刑法が改正され、明治時代からおよそ120年にわたって続いてきた刑罰の種類が見直されます。これまで受刑者には金沢刑務所などの刑事施設に入り、労務作業がない禁錮刑と、働くことを義務として課す懲役刑が適用されてきましたが、これらは廃止されることになります。そして来年の6月から新たに導入されるのがこちら、拘禁刑です。目的は再犯の防止です。懲役刑の漢字にあるような懲らしめるための刑ではなく、社会復帰を優先し、受刑者一人一人に合った刑事施設の運用が今求められています。法改正に伴い転換期を迎える金沢刑務所を取材しました。金沢市田上町にある金沢刑務所。
刑期が10年未満の男性350人余りが全国からこの場所に収容されています。犯した罪の内訳は覚醒剤や大麻など薬物関連がおよそ 3.5 割、窃盗が同じく 3.5 割ほど、残りの3割が殺人や詐欺などその他となっています。この金沢刑務所が転換期を迎えています。静かに工場に向かう受刑者たち。これまでは刑務官が足並みを合わせるため号令をかけていましたが、今年からなくなりました。毎回やっている気分調べから、どうですか？いい気分としての60。おお、今日60もあるんですね。はい。刑務官による受刑者の呼び捨てを撤廃し、今年からさん付けで呼ぶこととなりました。威圧感がちょっとなくなったりとかっていうのは感想を思います。さん付けに変わったりとか、人として見てくれてるのかなっていう。呼び捨てにすることで、彼らの人権をしっかり保障してないんではないかという誤解を招くようなことがあってはいけませんので、そういう呼び方に変えました。指示的命令的な刑務官の冷たい印象が少し変わってきたのかなと思います。個人を尊重するために金沢刑務所が今力を入れて行っているのが、刑務官と受刑者が対等な立場で語り合う面接指導です。こちらの男性は他の受刑者の目線が気になり、生活に馴染めないという悩みを抱えています。運動中一緒になる方は結構話しやすいです、うん、それ自分から話す人ですか？はい、結構深いところまで話します。結構話してるんですか？はい、そんな人いるということはとても大切だと思いますよ。はい、うん、自分の弱さを見せることで自分が吐き出して楽になったりもしますし、はい、で面接を行うのは心理カウンセラーなど専門職の職員ではなく刑務官です。制服を着た刑務官が改善指導していかなくちゃいけないという時代が来ます。刑務官というのは日々受刑者の生活ぶりを見てまして、非常に洞察力、観察力に優れております。だからこそ刑務官が切り開ける改善指導というのが見えてきました。自分の思ってることを言えてすっきりしてます。褒められたりとかして、この先どうしようとか、その先のことを考えられるようになるので自信は湧きます。厳しくやっても、中の人たち収容者からは反発しか出てこないので、ちょっと緩くなればもっと指導に前向きになる収容者も増えていいんじゃないかなと僕は感じています。さらに改善指導の一環として行われている年に一度の取り組みがあります。金沢刑務所で年に一度開かれる工場対抗の運動会リレーでは、受刑者たちが懸命にバトンをつなぎ優勝を目指します。コミュニケーションを取りながら力を合わせて行う綱引き、童心に帰る玉入れなど5種目が繰り広げられます。一番盛り上がるのが工場ごとに趣向を凝らした応援です。運動会は競技を通して団結し協調性を養うため、毎年秋に行われています。一日の早い社会復帰がみんなの目的なので、選手も応援も一緒になって一丸となってやっていくことにやっぱり意味があると思います。これを通じてですね、残りの受刑生活、もしくは社会復帰に向けて、前向きに取り組んでいってもらえればというふうに思っています。これで溶けていくんです、だんだん覚醒剤が。ほんで、やっぱ5、6回ぐらい引いてると最後までプシュッと入るんですけど。
集まったのは薬物関連の罪を犯した4人の受刑者。薬物の依存から抜け出すための指導に取り入れるのはオープンダイアローグという手法です。フィンランドの精神科病院で始まったもので、指導者と受刑者のほかにやり取りには加わらない聞き役を設けます。どういう時に薬物を使っていたかを振り返ると、一人の時に自宅でという回答が重なりました。例えばみんなやっている仲間と飲んでる時もやらないの、いや、そういう、あ、はいはい、まあ、いわゆる虫が湧くという、そういうのが起きないのかなって今ちょっと疑問に思いました。聞き役は感想や疑問を述べるにとどまり、やり取りには参加しません。第三者の立場である聞き役の意見から、受刑者は自分自身を客観的に捉えることができます。薬物やっぱり使用しない担当さんたちからすると、自分なりに思う疑問っていうのはやっぱり使用しないとわからないようなこともあるんだなというふうに思いました。社会復帰後の再犯防止というところに受刑者と職員ともに向かって歩いていくことが一番重要だと思っています。そこに向かって職員も受刑者も最大限の努力をすることが必要だと考えています。受刑者が出所後に再び罪を犯さないために、そして新たな被害者を生まないために、改正刑法の施行を前に刑事施設の在り方が今変わり始めています。ここからは取材した野崎記者と進めていきます。お願いします。よろしくお願いします。実際に取材してみてどんなことを感じましたか？はい、私は今回の取材で初めて金沢刑務所の中に入りました。施設特有の厳格さは残る一方で、その受刑者をさん付けで呼び、その心情に寄り添う姿が私が持っていた施設のイメージを覆すものでした。はい、面接指導というこれまで心理カウンセラーが担っていた業務に向き合うことも簡単ではないと思います。うん、野崎さんは受刑者を直接取材してみて強く感じたこと、どんなことがありましたか？はい、話を聞かせてもらった受刑者からは、実際に刑務官への信頼と感謝の言葉が聞かれました。受刑者と毎日を顔を合わせる刑務官だからこそ綿密なやり取りが可能で、受刑者もそのより心の内を明かすことができるのではないかと感じました。はい、再犯をこれまで以上に減らす上でも、出所後の社会復帰に適応できる環境づくりが今求められていると感じました。今日の特集は野崎記者の担当でした。金沢では江戸時代から盛んな日本の伝統芸能狂言、来月県立能楽堂で初舞台を踏む4歳の男の子がいます。親子3世代での狂言の舞台、夢への挑戦に密着しました。金沢の子ども園に通う角修太くん4歳、来月17日、県立能楽堂で初舞台を迎えます。よろず狂言金沢公演です。狂言の舞台、お猿です。お猿、なるべく意見尊重させたいと思うんですけど、見てみたいなとはすごく思います。修太くんは自宅での練習を始めて1年、8月からは月に数回能舞台での練習を重ねています。親子3代で公演するのは狂言うつぼ猿、修太くんは猿の役です。猿引きを演じるのは父の角幸太郎さん、金沢で活動する泉流の狂言師です。そして大名役は同じく泉流狂言師の祖父角哲夫さん。大名は猿の毛皮が欲しくて猿を猿引きに殺させようとします。ところが無邪気な猿は、人間の普遍的なおかしさを
を描き出す伝統芸能、それが狂言の魅力です。ぐるーって回ってこっち来れんよ。回るコースは今のでよかったから。でじいじなんかしてるけどじいじの方見ないで大丈夫。楽しいと思ってやってもらえたら一番嬉しいことなんですけど、まあ、かといって楽しいだけでやれるほど簡単なものでもないので、その厳しさと優しさと楽しさとそこのバランスみたいなのをいかにして向き合っていくかってところが難しいところだなとは思いますね。父の孝太郎さんも幼い頃から狂言に親しみ、セリフ付きの舞台に立ったのは小学1年でした。狂言の面白さを教えてくれた孝太郎さんの父、住哲夫さん。飛んで男の子生まれた時からそういう夢っていうか、その親子三代でっていうのは初めから思ってましたので、太極に挑戦させてもらえるとは 思ってもいなかったので、まあ、感無量ですね。本番まで1ヶ月、舞台稽古には張り詰めた空気が漂います。修太くんも真剣。本番では猿の面をつけた状態でおよそ30分間演じ続けなければなりません。しかもずっと飛んだり跳ねたり。しかし修太くんは楽しい。どんな時が楽しいの？寝る時。楽しいと言ったのは猿が寝転ぶところ。寝た後それよし、それにつられて大名も一緒に寝転んでしまう、狂言ならではのおかしみのある場面です。爆笑するわけではないけれども、この舞台の様子を見てて温かい気持ちになるような、そういう舞台ができたらいいなと。3人それぞれが頑張ります。よろしくお願いします。頑張ります。大人でも狂言ってちょっと敷居が高いんじゃないのかなとか思いますよね。修太くんのお友達はそもそも狂言って何ってところからだと思うんですけど、はい、家族から受け継いだどんな演技を当日見せてくれるのか本当に楽しみですよね。そうですね、とっても楽しそうでしたよね。取材した記者によると、夏に能舞台の稽古を始めた頃は無邪気だった修太くんが、秋には真剣な表情で取り組んでいる姿に、その成長ぶりを父と祖父が温かく見守る様子が印象的だったということです。父の孝太郎さんも祖父の哲夫さんも舞台は楽しむものと伝えていて、とにかく修太くんに楽しみながら学んでほしいという気持ちがあるようです。よろず狂言金沢公演は来月の17日日曜日に県立能楽堂で開催されます。まずは季節のトピックです。能登で相次いだ災害からの復旧復興を願って、紅葉の名所として知られる小松市の灘寺でライトアップイベントが始まっています。紅葉の時期に合わせた秋のナイトウォークイベントは、東京のクリエイティブカンパニーネイキッドが企画から演出・制作までを手掛け、夜ならではのライトアップされた灘寺の美しさを届けます。境内を光とアートで演出し、プロジェクションマッピングでかつて流れていた滝を再現するなど、幻想的な空間が広がります。灘寺の持っている自然の魅力、それにこの光のアートがですね、どう重なっていくか、その辺に注目していただければなと思います。灘寺のライトアップイベントは紅葉が見ごろを迎える来月24日まで、週末の金曜日から日曜日までと祝日に開かれます。雲の様子です。西日本や東日本には前線や湿った空気に伴う雲が広がり、太平洋側を中心に雨を降らせています。またフィリピンの東には台風21号の雲が渦を巻きながら北上中です。
明日朝9時の予想天気図です。前線を伴った低気圧が関東沖を東寄りに進み、日本付近から離れるでしょう。一方、台風21号はフィリピンの東を北寄りに進む見込みです。全国の明日の天気です。北海道は日中は晴れ間がありますが、夜は雨や雷雨のところがありそうです。東北と北陸、東海から四国にかけては午前中は雨の降るところもありますが、日中は晴れ間がありそうです。関東は午前中は雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。九州北部はすっきりと晴れる見込みです。九州南部では日差しが届きますが、朝晩は局地的に雨が降るでしょう。明日の県内は明け方までは雨が降りますが、天気は次第に回復に向かう見込みです。午後は各地で日差しが届くでしょう。能登は明日未明まで雨が降りますが、次第に天気は回復し、午後は晴れそうです。輪島の最低気温は13度と今日と同じくらいで、平年より4度ほど高い予想です。最高気温は19度と今日と同じくらいでしょう。加賀も明日は明け方まで雨が降りますが、日中は天気が回復し、午後は青空が広がりそうです。金沢の最低気温は15度と今日と同じくらいの予想。最高気温は20度と今日より2度ほど高いでしょう。続いて県内の週間予報です。あさって木曜日は高気圧に覆われて日差しが届くでしょう。11月のスタートの金曜日から日曜日にかけては前線の影響で雨が降り、土曜日は雨足の強まることもありそうです。月曜日も雲が広がり、すっきりしない空模様となりそうです。全国の週間予報です。あさって木曜日は晴れ間の出るところが多くなる見込みです。金曜日は北陸では西から雨が降り、土曜日と日曜日は雨の範囲が全国に広がりそうです。月曜日は天気は回復に向かい、晴れ間の出る時間帯が多くなりそうです。おしまいに紫外線情報です。明日は次第に日差しが届くため、紫外線はやや強い見込みです。ここまでお天気でした。さて、県内で今シーズン初めてとなる集団風邪の発生です。小松市の荒谷小学校の6年生で23人のうち8人がインフルエンザのような症状を訴え欠席したということで、小学校では今日から3日間学年閉鎖の措置を取りました。今年に入っての県内での集団風邪の発生はこれが初めてです。去年は9月4日に発生しています。これから流行期になってきますけど、予防接種を打つという、ね、人もいると思います。まずは手洗い、うがい、マスクの着用とかできる対策をしていくしかないですけどね。そうですね。ここ最近日中と朝晩の気温差大きかったですよね、はい、ようやく平年並みの気温に戻ってきますが、季節の変わり目、体調崩しやすいのでお気をつけください、はい、では今日はここで失礼します。また明日です。